サニちゃんです。今回はシルバニアファミリーのお花の風車の遊びパセットを開封します。6月12日発売になりました。こちらお花の風車の遊びパセットということで、ここ気になるのはですね、ペルシャ猫の赤ちゃん付きということでですね、ここにですねペルシャ猫の赤ちゃんがお外を見て座っていますね。かわいいです。そしてもう一つ気になるのはここ、風車を回すとゴンドラが動くよって書いてます、ね、ちょっと気になりますねこれは。はい、それでは横にはですねセット内容ということで、ゴンドラ本体、そしてペルシャ猫の赤ちゃんとその他小物のお写真載ってます。他にはですね遊園地シリーズの世界ということで、ちょっとしたねシルバニアのお話が書かれています。そして後ろにはですねこんな感じでたくさんの赤ちゃんが遊んでいるお写真載っています。はい、そしてもう一つの横はこちら、別売りの製品と一緒に遊ぶともっと楽しいよということでですね、遊園地シリーズのねおもちゃがたくさん載っていますね。いろんなお写真があります。はい、それでは一周しました。開封します。はい、こんな風に入ってました。並べてみました。いかがでしょうか。全体的な色合いがですねピンクと水色と白ということでですね、このペルシャ猫のね赤ちゃんの白い体にマッチしててとっても可愛いんじゃないかなと思います。それでは一つずつご紹介していきますね。ペルシャ猫の赤ちゃん、お名前がライアンちゃんということですね。でライアンちゃん調べてみたんですけど、男の子か女の子かちょっとわからなかったです。公式のですねホームページ見てみたんですけども、他のね家族、まあ、双子ちゃん三つ子ちゃん兄弟いっぱいいるんですけれども、他の子たちには男の子女の子って書いてあるんですけども、ライアンちゃんにだけですね男の子女の子書いてなかったんです。まあどっちでもいいよね、可愛いから。では一周してみましょう。くるりんとくるりん、はい、こんな感じですね。くるりん。そしてやはりですねペルシャ猫ちゃんはですね、やっぱりこのね、このホワホワといいますか、パヤパヤといいますかね、この毛がね、生えてるのが最高に可愛いですよね。そして赤ちゃんがね、手足が動きますよ、こんな感じ。はい、こんな感じで動きます、はい。シーソーです。このシーソーがですね、ただのシーソーではなくて、チューリップのシーソーって書いてあるんですよ。ここがチューリップになってるっていうことですね、この背もたれのところがね、そういうことですね。こっちから見たらチューリップに見えますもんね、でここに赤ちゃんたちを乗せてこんな感じで動くよっていうことなんでしょうね、はい。ではまずねペルシャ猫の赤ちゃんによいしょとクイッとね乗っていただいて、ライアンちゃんね、ライアンちゃんそしてゲストはですねアンジェリカちゃん、シャコール猫の赤ちゃんに来ていただきました。はい、こんな感じで乗っていただきまして、あらかわいい、こんな感じに、あらかわいい、このねかわいさがねこの倍々に増えていくのいいですね。かわいい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 ぞかわいいぞみたいな感じですねこんな感じでチューリップのシーソーに乗ることができるというね、とっても可愛いと思います。シーソーで遊ぶ赤ちゃん、可愛いぞ。お花の滑り台ということで、お花の滑り台なんですね。これは蝶々があるんですけど、ここにね蝶々の絵があるんですけど、蝶々があるけどお花の滑り台ということですね。ここにお花の絵がね、まあ、ポコ触ると分かりますけど、ポコポコしてるんですけど、お花があってそこに蝶々がいるんです、蝶々の滑り台ではなくてお花の滑り台ということなんですね。花がある、ね、まあ、中はこんな風になっちゃってますけど、ここをですので赤ちゃんたちがね、こんな感じで
えいっと滑っていく、そういうことかな。かわいいですね、えいってはい、お花の滑り台でした。そして本体のお花の風車ということで、これは風車になっているので、これが回るっていうことでいいんですかね。あ、そしてそしてこれが動くんですね、ゆりかごが。あ、なるほど。箱にはですね、風車を回すとゴンドラが動くよって書いてあったんですけれども、このゴンドラがね、私、回るのかなと思ってたんですけど動くということなので、この風車が回るとゴンドラがこんな感じで上下にね動くよっていう、そういうことなんですね。なるほどなるほど、こういうことですね。かわいい、こんな感じで動きます。このですね、このピンクのここがね、なんか私ウエハース、お菓子のウエハースに見えてしょうがなくてウエハースかわいいなって思ってたんですけど、特にウエハースを意識したわけではないんでしょうね、きっとまあ、お花の風車ということなので、ここにねお花がついていますね。はい、でゴンドラがですねこんな感じで、蝶々がついてますね。この水色の部分にも蝶々があって、この白いところにもね蝶々がついていますよ、そしてここにはチューリップですよね、これおそらく、ね、真ん中の窓みたいなところがチューリップになってますね。上も下もここもチューリップですね。こんな感じになってますね。ここお花畑みたいに見えますね。ポコポコしてますけど、こんな感じになってます。なのでここに赤ちゃんを乗せるっていうことですね。ではですね、赤ちゃんたちに乗っていただきましょうね。よいしょ、こんな感じでまずは座ってもらいました。よいしょ、ね、赤ちゃんに乗ってもらいます。えいっと、あらかわいい。そしてこのまますんですね。よいしょ、あ、動く動く、かわいいね。これやっぱ赤ちゃんが乗ってね動くのと、ね、赤ちゃん乗ってないで動くのでは全然ね可愛さがやっぱりね違います。とてもかわいいですね。もうちょっとね近くで、はい、近くに行きましょう。これね下でこんな感じに動きます、かわいい、かわいい。こうなんかちょっとついついこうスピード出したくなっちゃうんですけど、こうはあまり速くは回らないですね。ゆっくりゆっくりゆっくり回してあげるととってもかわいいですね、こんな感じでね飾ってあげるとかわいいですね。こんな感じで、はい。そしてこの後ろ側どうなってるんでしょうかね。じゃーん、あ、後ろ側もちゃんとねここ乗れるようになってますね。ステップみたいにね2階になってました。一応スペース的にはですね、赤ちゃんが1人分よいしょって座るとこんな感じの大きさ分は空いてますね。なんかちょっと秘密の隠れ家みたいでいいんじゃないですかね、このぐらいのスペース、ね、そしてここにも蝶がいます、お花とね、こんな感じの裏側で、これここに隠れててさ、ここから見えるの可愛いですね。こちらからそれチラッとチラッとこのチューリップの窓からお外見てる感じはすごい可愛いんじゃないですかね。ちょっとね影になっちゃうから残念なんですけど、綺麗にお見せできなくて、こんな感じはとっても可愛いんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はシルバニアファミリーのお花の風車の遊び場セットを開封しました。いかがでしたでしょうか。こうやってですね、前回開封しましたふわふわ気球のお部屋セットと並べてみますと、このねピンクの色、ね、色合いがちょっと違うので、このね感じが、分かってもらえるんじゃないかなと思います。私ですね、ソニー個人的にはこのね気球のこのピンクの感じが好きです、こっちはねちょっとね薄いので、少し 薄いピンクの感じ、こっちはね、なんか桃色って感じでいいんですね。わかりづらいかな、桃色と薄いピンクで、まあ、なんかまあ、ぼんやりでもね、ここが少し薄めのピンクですよっていうことが伝わるかなと思います。
その他のですね、こういった水色のところはですね、まあ、ほぼほぼ一緒ですね、こんな感じなので、ね、一緒の水色っていう感じなので、まあ、今回ね、このピンクとこのピンクはあえてちょっと違う感じにしてやるのではないかなと思いました。どちらにしても可愛いには変わりないので、とってもおすすめですね。お家の玄関とかにちょこっと飾ってあっても可愛いと思いますし、遊園地シリーズ好きな方はもうどんどん遊園地シリーズ集めてですね、お部屋の中心にもうどっさり遊園地シリーズをふわっと並べるのもいいんじゃないかなと思います。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。サニちゃんでした。バイバーイ。